奥井染めの霊ももか祝とは、日本、中国、韓国の新生児の生後100日目に行われる儀式。日本では、奥井染めや、マナはじめ、初めて箸を使うので、箸揃え、箸始め、祝う時期が歯の生え始めであるから、歯が、ためとも呼ぶ地域もある。メディアを再生する、奥井染め個人差はあるが、新生児の生後100日頃に入試が生え始める。この時期に、一生涯、 食べることに困らないようにとの願いを込めて、食事をする真似をさせる儀式である。この儀式は、平安時代から行われてきたものである。江戸時代には、生後百発かたつと、飯や、魚、五個の餅、吸い物、酒などの全部を揃えて幼児に食べさせる真似をした。伝統的な形の奥井染めは、一十三歳の祝い禅が用意される。これには鯛などおら好きの魚及び、 石板炊き物、香のもの、紅白の餅のほか吸う力が強くなるようにとの考えから吸い物、歯が丈夫になるようにとの考えから、歯固め石が強される。食器は、正式には、漆器で、高足の御前にしつらえる。器の漆の色も赤ちゃんの性別で異なり、男児は、内外ともに赤色で、女児は、黒色で、内側が赤色である。 もっとも簡単にするならこのように正式な形ではなく、祝い前として、離乳食を用意しミルクや母乳から、離乳食へ切り替えのきっかけとしても構わないとされる。羽形ため石は、古くからの習わしでは、地元の神社の境内から授かるもので、儀式が終われば、再び境内へ収める。小石の代わりに固い栗の実を供する地域もある。大阪をはじめ、関西地方では、 小石の代わりにタコを供する風習が存在する。長野県佐久地方では、祝い禅の直後に、洗い清めた石を皿に乗せ、小岩石を添えた禅を作る風習がある。子供に石をしゃぶらせると、石をも噛み砕くような丈夫な歯が生えると言われる。赤ちゃんのための命名式を行う。髪の毛を切って、腹毛筆と呼ばれる筆を作る。 二つを祖父と祖母への贈り物にするのが子供が生まれた後の最高の縁起物であり一番喜ばれる贈り物だという伝統がある。イギリスでは生まれて間もなく行う幼児洗礼の際にスプーンを使って奥井染めと似たことを行っていた。古くはその子の親の身分や貧富によってスプーンの材質が違い、冬な家では銀製、裕福でない家では 木製のスプーンを使用した。このことから、良い家柄の、冬な家の出身であることを表す、銀のサジを加えて生まれてきたという熟語ができた。現在では、幼児洗礼の贈り物として、子供に銀のスプーンを贈る過程が、ヨーロッパ各地で見られる。詳細は、EN、シルバースプーンを参照。ABC 京都検定ガイドブック P234、工事園第5版。 はがとめの石、足立山妙や宮、二千十八2018年8月15日閲覧。日本に伝わる葉にまつわる伝統行事。三2 2018年8月15日閲覧。復元江戸生活図鑑。2010年5月6日放送の秘密の県民賞。秘密の大阪の中で紹介された。作詞編纂委員会編纂、作詞市民族編上作詞史観光会。 1990年712から713ページ。ありがとうございます。